Enchanté. Hi, I'm back, I'm back, welcome back. I'm makeup artist based in New York. どうも、ケントです。よろしくお願いします。今日は、アナステーシアが来てくれてます。Here, thank you. Hello. So today, we're gonna review. This is a very famous palette from Dior. So, 今日はね、クリスマス。クリスマスが待ちきれないってことね。第1弾目、僕らの動画での1弾目なんで、もうこれは第2弾目とか来ちゃってるやつですよね。11月5日発売のサンククルークスクールのアイシャドウパレットクリスマスコフレになってるので、これをレビューしていきたいと思うのでよろしくお願いします。で、これは11月5日発売です。なので、もうすぐ僕の誕生日です。皆さん待ちきれないですね。じゃあやっていきたいと思います。 Are you guys ready? Okay, let's start the journey. So you can open. めちゃくちゃ excitingExcited, excited, めちゃくちゃ excited. What do you think? Oh my god, this is so expensive! So pretty! 今から見ていきますよ、皆さん。皆さん、見てください、これ。この冬の11月5日発売でしょ？日本だと先行発売されてるんですよ。なので、ブラウンで高級感出して街に繰り出してほしいですね。ということで、見せていきたいと思います。Okay, so we're gonna start makeup.あ、OK、レディー。ということでやっていきたいと思います。まずね、この僕は、ベージュっぽいトーンのやつから使っていきたいと思います。これね、結構全体的に色がね、しっかりしてるので、柔らかいアイシャドウから使っていきたいと思います。結構このシャイニーなテクスチャーがやっぱこれ可愛いよね。これだけでハイライトで使えちゃうみたいなことね。もうほら、真ん中塗るだけで違うね、ワジティング。でね、ここに、This is beige color, but already we can see the like, shimmer highlight. で、こんな感じで全体にのせます。で、次に目の下も色入れときます。かわいいこれ。This is so cute!、Mm-hmm.かわいい。ちょっと色ね、捨てたいんですけども、これで完成するぐらいなんですよ。前も何回か僕らレビューさせてもらってるんですけど、もう単色でも勝負できるぐらいのパレットなんで。じゃあ次に、この濃い色。I mean, this dark brown. Oh, so pretty. So pretty. じゃあダークブラウンを外側に入れていきます。で、まつげの間にもする。こんな感じで、下も余った色を下にも入れます。わかる？これぐらいしっかり。I'm gonna blending after this. で、下に行ったらだいたい色が取れてきたんで、これでブレンドしちゃいましょう。こう外を丸く広げながら内にブレンドしていきます。目の眼球の上ぐらい、ここら辺まで。僕がこれ使うならって感じなんですね。皆さん可愛くない？もうほら、mm-hmm. It's cute, no? I love it. Really cute. Easy peasy Japanese. じゃあ今日はね、ちょっとやり方変えてみて、こっちの色をね、反対の目でやってみたいと思うので、ハイライトで一回こっちフィニッシュしちゃいます。もう結構しっかり入るけど、僕はこれだけやったらちょっとあれやから、このハイライト This highlight maybe is on top as well。 かわいい。 This is so cute, I love it.かわいいやん。Beautiful. アイシャドウだけでかわいい。これマスカラとかやってみたね、今一回。かわいい。めっちゃかわいい。スーパーかわいいです。はい。どうでしょうか。てか、もうこの、
こっち側だけでこんだけ作れたから次こっち側だけ反対を使って比較してみたいと思います。Alright, next we can use this side. This side pretty more like natural, but this brown works a lot more like eyeliner. So let's use here. And you know, you have very pretty. You have the beautiful. It's gonna be good to match with your brown eye color. You're brown, right? Okay, let's use it. Okay. Hey. You saw.はい、優勝でございます。はい、ジャパニーズ。Why is it Japanese now? Japanese must be cool. これはもう Easy Peasy Japanese でございます。何やろね、I think Dior Eyeshadow Palette is only one color is enough. I don't need even use other color, right? Because this like, color has like, a little bit shimmer highlight, so we can see the highlight here already.Right? But I want to use other color as well. So let's use this side. で、なんかね、本当にディオールさんのアイシャドウって一つでも完成されちゃうんですよ。角度によってちょっと見せますね。なんだっけですね。ほら、動いただけでも光が動くでしょ。だから、それだけをプラスアルファ1個でいいとこを何個かでもっともっと勝負するっていうのが、もう僕はもうめちゃくちゃこのアイシャドウ、これ限定品なんて許せないぐらい。じゃあ結構こうしっかり塗りますね。じゃあさっきと同じ要領で外を両目に円を描くように薄く塗っていきます。こんな感じで、さっきにブラウンがさっきついてたでしょ。ブラウンが入れてたところがふわーっと外のグラデーションを作ってくれるんですよ。なのでこのままブレンドしていきます。で、この濃い色をもう一回こうやって入れます。まあちょっとギャルっぽい方とかは好きかもね。で、これにアイライナーとか入れたらもっと強くなっちゃうから、シャワー可愛くない？光り方がすごい上品ですね。上品でセクシーでございます。ロメさんもどうでした？But after, let's put the gold highlight. これをね、僕は贅沢にいきますよ。目頭の上に置いて、ここから広げます。で、目の中間に来るように。で、目の下も、ふっと、全体的にいきましょう。どうですか？めちゃくちゃ可愛いよね。You love it? イエーイ！これはえげつない効果ですね。はい、Thank you very much for watching! イエーイ！パチ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 ！ってことで、What do you think today's eyeshadow? I love it. Love it, no?ってことでね、今日のアイシャドウどうだったでしょうか。ゴールドを入れてくるってとこがまた面白いと思うんですよ。で、ハイライトって言ったらゴールドってね、結構ね、あの肌が褐色の人とかに合うんですけど、このブラウンの色味があることによって湿る効果と、こういう風に、こっちだったらちょっと湿った色味ですよね。で、こっちみたいに広げてふわっとさせることもできるので、もっと多分面白い組み合わせができるんで、なのでクリスマス男の子でもね、彼女さんに買ってあげたりとか、友達にクリスマスプレゼントあげたりとかしてやるのもいいかもしれないと思います。それでね、次の動画ですね、上がる動画でもう一つのサンククルールクチュールのアイシャドウ、こっちはちょっとピンク寄りのアイシャドウの、これもちょっと比較動画に変えてみたいと思うので、もしよければ見てください。はい、じゃあ動画良かったなと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。で、応援いつも本当ありがとうございます。で、このままね、人気 YouTuber まで上り詰めていきたいので、コメントとかシェアとかして応援してもらえたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。 If you guys like this video, like and subscribe and comment and share and follow her Instagram. Bye. じゃあね、バイ。